便りこんばんは。今回はちょっとガチャが来てるんで、ちょっと引いていこうかなと思います。で、今回も結構溜まってるんで、引けるんじゃねえのかなとは思ってますけども。お、新ギアが来てる。なんか来てるわ。何そのギア。あー、まあいいや。とりあえずガチャ引いてから行きますか。はい。とりあえずキャラガチャから引いときましょう。あれ、ギアガチャ？あー、普通にスタンプ3個目ね。でもスタンプ3個まで課金。まあ気になるけど、とりあえずじゃあキャラの方をね、うん、こっち優先だから、とりあえずティナの方を引きまして、これ引かないとだって逆にきつくないかっていう感じだろうから、まあストーム向こう持ってないんだったら、インデエレナーとかが暴れるんでしょうけど、持ってるならティナなんかな。で、初手いきなり爆死か、これ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。まあまあまあ、10連目はそんなもんですよ。まあ、いいっす、いいっす、いいっす。まあ、70連引けるから、最大、あれ交換してないから、シーズンのやつ交換してないから、まあ、70連の中の10連が、まあ、爆死しようが、まあ、いいんすよ、まだ。初手はね。初手はまだいいんすよ。やばいなしまって。そんなこと言ってると、なんか、全部爆死しそうだな。数えてなかった。ちょっと待って。これで、爆死ちょっと待って。一旦ちょっと乱数調整して、もう一回、行きますよ。ちょっと待って、これやばいな。爆死はまずいぞ、今。ちょ、クレイがさ、マジで勝てなくてさ、シエラで頑張ってたんですけど、やっぱエレノアはしんどいなってことで、ちょっと、エレノア対策はちょっと引いときたいんですよね。その、仮にまあ他のキャラに弱いとしても、エレノアに勝てるだけで価値があるんですよ。引きたいんですよね。トルチ。はい。あ、来ました。これ誰かな？よし、ティナ来ました。とりあえず、クレイは救われました。よし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 。で、月見も引くと。よしよし、早めに引けたんで、じゃあ残りのチケットに関しては、他の MP に取っときますか。で、新ギアなんですけど、新ギア、ちょっとこれ性能見てみます？これの栄光のラケット、MVP のラケットってことか。あー、ラインズマンみたいな感じのラケットってことか。栄光のラケットは、戦力 5%、MVP キャラはアウトしない。あ、本当なんかラインズマンみたいな感じか。GS を打球するまで1以下効果が発動。2ポイント以下だったら起動と見切りがつく。あとは、ポイントが3ポイント以下だったら見切り。あ、まあ、常時見切りって感じか。あれを、スロットスキルつけなくても。で、ギアショットがサテライトショット。MVP キャラの場合は、起動が早めのサテライトショットになると。オンザラインサテライトではないんだね。単純に速くなるのか。で、これ1回だけ？ 1 回しか使えないサテライトショット。MVP だから、MVP、オスクロル？いや、オスクロルは味方の回復だからな。自分の回復じゃないから。MVP の回復が出てきたら、強いのかな。まあでも MVP キャラじゃなくても、まあサテライト使いながら、あと見切りも常時つけるから、まあ、今後キャラによっては合うキャラが来るのかもしれないけど、どうなんだろう。現状、まあ、MVP キャラでアウトしないっていうところが、まあ、いいとこぐらいかな。でも軌道見えるのは強いもんな。なるほどね。栄光のラケット。まあ、すぐ欲しいわけではないし、今お金がないので、ちょっと。これは後々狙っていきますかね。使い勝手とか聞いて、良さそうだったら、ちょっと、狙いに行くかもしれません。とりあえず、ティナ引いちゃったから、あんまりこのギア回すメリットがなくなってしまったので、とりあえず様子見で行こうかなと思います。はい。ということで、最後にじゃあ新規見ますか。予想だと確かね、リリー、ハードがリリーで、でグラスがミラって予想したんですけど、誰が来るでしょうか。新規転生。ネモとルカ。あ、MVP つながりできたんだ。M ネモと M ルカね。あ、ハイジャンのルカと、あとギミック出すネモか。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあこの二人に関しては、使ってみたで使ってみますか。はい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 。あ、なんか来てるな。イベント予定。交換所になんかいろいろ来てる。最大400ガチャポ。400って、あ、でも3回あるから合計で1200ってことか。なるほどね。記念プレゼント。ラインズマンの投票が始まったりとか、あと特定キャラセレクト券獲得イベント。特定キャラセレクト券って何？特定キャラ、特定キャラ。これちょっと最後に見てみたいな。特定キャラ、あれ書いてない？特定キャラセレクト券は、イベント開始後ゲーム内お知らせをご確認ください。
なんだよこれ。特定キャラってのは、あ、MVP のキャラだけってことかな。あの、なんか、7つの滞在コラボの時になんかあったような。あ、でもあれはまた違うか。まあ、あんな感じで、なんか MVP キャラから選べるみたいな、そういう感じかもしんないですね。はい。ということで、はい。まあ、あんまり喋っててもあれなので、とりあえずじゃあ使ってみた、いきますか。あ、編集中にちょっと気づいたんですけど、無料ガチャ引くの忘れてました。あ、これ皆さん忘れないようにしてくださいね、これ。毎日無料あるんで、これ引き忘れがないようにと。はい、これも引いて、あ、もう一つはなくなったのか。このテレシアのやつだけ引き忘れがないようにって感じです。で、このフェスガチャは、まあ、これからいろんなガチャが来ると思うんで、まあ、流れ的には多分、次、リネアかな？リネアとか、あとは黒髪上とか、あと幻想とか、来る可能性はある。まあ、わかんないけどね。全然他のキャラ来るかもしれないけど、まあ、この辺が来る可能性があるので、まあ、テレシアがよっぽど欲しいとかじゃなければ、取っといた方がいい可能性はあります。ただ、アクア持ってる人は、アクアテレシアができるんで、まあ、ワンチャンあるかな、くらいんだ。ないかな。雪コートで一応遊べますけど、まあ、実際のところちゃんと使おうとしたら多分他のキャラの方が強いと思うんで、まあ、お遊びしたい方用って感じかなと思います。まあ、雪主体組むなら、まあ、テレシア欲しいですけどね。まあ、一応、まあ、ティナがね、今回雪属性持ってたりするんで、まあ、ワンチャンあるかな、だけど、基本的には、まあ、次を待った方がいい感じはします。ということで、はい、以上です。ということで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。と言おうとしたんですけど、前回タワーの振り返りやるの忘れてました。ちょっとこれだけ手短にやって終わろうかなと思うんですけど、前回タワーはね、自分ちょっと負けまくりました。なんかあの、2桁の目前までは行ったんだけど、そっから、どんがらがしゃん、おにぎりコロリンだよね。そんな感じで落ちていきました。で、まあ、前回は落ちちゃったんですけど、前回はなんか、ボーダーそんな高くなかったのかな。だから自分も一応、ちょっとは狙ってみたんですけど、ちょっと、どんがらがしゃんしちゃいました。前回は3286がボーダーでしたと。なるほどね。まあ、前回は、なんかその、チーターがいるって噂を聞いたりはしたんですけども、まあ、確認は取れてないんでわかんないんですけど、まあ、結構波乱万丈だったのかな。まあ、とりあえず、まあ、前回は低かったっすけど、MVP の影響で、どうなんだろう、上がったりはするのかな。なんか、前ボーダーが上がった時って確かなんかタイトル戦があったから上がったと思うんですよ。なんですけど、タイトル戦とか今ないから、今回も下がる可能性はあるし、MVP の影響で、まあ、ティナランカーみたいな感じで、上がってくる人はいるかもしれないって感じですかね。まあ、自分は、まあ、ほどほどに頑張りますわ。まあ、そんな感じで、まあ、前回は、まあ、ボーダーが低いっていうのと、まあ、チーターがいたかもしれないっていう話でした。はい。ということで、前回の試合数271だから、まあそこそこって感じですかね。まあそんなにたくさん試合したわけじゃないけど、まあそこそこやったということで、まあ今回もそこそこやっていこうかなと思います。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。